ジャーナリストの津田大輔さんが経済評論家の常年司さんを名誉毀損で300万円支払えと訴えた件巷ではこの訴えがこれって言論弾圧ではと話題になっています有名人たちが行う名誉毀損を理由とした訴訟今日は言論弾圧を目的とした訴訟の闇に迫ります岡野弁護士のたけです 常念さんは津田さんから愛知トリエンナーレ等に関する左翼活動家発言で300万円支払えと訴えられましたこの訴えに対して常念さん側は「言論人なのだから正々堂々 Twitter 上で論戦を交わしたかったのだが Twitter で私のことをブロックしていきなり訴えてくるとは。先方さんが言論で戦うことから逃げて 法廷闘争に持ち込んだので私もやりたくはないが弁護団を結成して本件を戦うしかないと反論しています実は表現や言論に対するカウンター的な訴訟過去にも多く存在し問題になっています例えばこういう事例がありました元朝日新聞記者の上村隆さんがジャーナリストの桜井よし子さんを名誉毀損で訴えたケース問題となったのは桜井さんが上村さんの 重軍慰安婦記事を週刊誌などで捏造意図的な虚偽報道と批判した行為です上村さんは韓国人女性のキム・ハクスンさんの戦場に連行され日本軍人相手に売春を強いられたとの発言を取り上げてこの記事を書いたのですが後にこのキムさんの発言は嘘であったことが判明。それを受け桜井さんは 上村さんの記事を捏造、意図的な虚偽報道と批判したのですがこれに対して上村さんは桜井さんおよび出版社らに1650万円を支払い謝罪広告を出せという訴えを起こしたのでしたそしてこの裁判は驚きの結果を迎えました残業代が出ない残業代の請求をお考えの方はみんなのユニオンに無料相談そしてこの裁判は驚きの結果を迎えました一審の裁判官は 桜井さんの発言は上村さんの社会的評価を低下させるものであると指摘した上で桜井さんが取材の過程で参考にした証拠などを考慮し捏造意図的な虚偽報道との批判もジャーナリストの行為として社会的に相当なものであると判断し上村さんの請求を棄却上村さんは上訴して争いましたが日清最高裁でも上村さんの請求は棄却されました 最終的に訴えから約5年もの歳月を経て上村さんの敗訴が確定しました今回の津田さんの常年さんに対する訴えが言論弾圧的な訴訟に該当するのかは現時点では訴状が公開されていないため何とも言えませんしかし私としては言論に対しては原則として言論で対抗すべき言論に対する乱訴的な訴えは一般の人々の表現を萎縮させる といった基本的な観点から今回の訴えには何か裏があるように感じますこの裁判引き続きこのチャンネルで取り扱っていきます興味がある方ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします言論に対しては原則として言論で対抗するジャーナリストや評論家など言論を仕事とする人のあるべき姿だと思います